ちは、今日から俺は YouTuber サインチームの鈴木健一郎です。今日はですね、聖太郎くんがものすごくさっきシャドウを見てたら拳をしっかり握って強く当てシャドウできてたんですけど、パンチがいまいちちょっとスピードが乗ってないんで、パンチのスピードを上げる練習っていうのをご紹介したいと思います。じゃあ、これもう昔からうちでやってるんですけども、500のペットボトルの水ね、2本用意していただいて、これちょうど水今半分ぐらい入ってるんですけど、中学生でしたら半分でも大丈夫かなと思います。半分から3分の1ぐらいの、水の量の方がやりやすいと思います。で、打った時に握る握ってストップ。ちょっとやってみて、リズム当たって、そう。あ、いいなぁ。すぐ行くね。OK です。はい、いいよ、続けてな。これをやることで、水のペットボトルって結構柔らかいんで、当たるときに握る感覚がグッとついてきますんで。おぉ、めっちゃいいなぁ。よし。はい、OK でーす。聖太郎くんは比較的打つときにしっかり握れてましたんで、問題なしです。こういう練習はよくね、手パーにしてこう、拳握らずシャドウしてる人の中には、おすすめやと思いますんで、試してください。はい、じゃあ次はですね、こちらの 500g の鉄アレイを持ってもらって、シャドウをしてみてください。はい、もう全力で、はい、スタート。そうです。そんで今なんですけど、今聖太郎くんがここでパパパパっていう感じでシャドウしてもらったんですけど、もう鉄アレイ持ってる時はどっちかって言ったら単発でもう多くてもワンツーまででやってみましょうか。今みたいに左を伸ばさず、最後の手を、ね、打ち込むっていうのはいい打ち方のコンビネーションなんですけども、これはもう早く打つっていう練習なんで、しっかり一発一発打った終わった後にもこの肩甲骨の裏側が筋肉痛なんで、そんな意識で、はい、スタート。そう、しっかり息吐いて、そうです。単発で、息吐いて、そう、っていう感じでこれ1ラウンドやってもらったら、次は鉄アレイを置いてもらって、はい、鉄アレイなしでいきます。はい、スタート、単発さん、そう、引き早い。いいですよ。ちょっと恥ずかしがり屋なんで、後ろを向いちゃうというかなんですけど、こんな感じで鉄アレイありなしで繰り返してみてください。はい、お願いします。じゃあ次なんですけども、さっきは鉄アレイ持ってシャドウ、置いてシャドウっていうのをやったんですけど、じゃあ次はね、今 500g やったじゃないですか。500g で、いや、こんなんもっと俺重くても大丈夫って言われるかもしれないんですけど、大概グローブつけたらグローブでね、グローブ重って思ってくるじゃないですか。ちなみにこの10オンス、試合で使うんですけど、中学生が試合に使うグローブですけど、284g です。ちょっと持ってください。ね、284g で、こっちがね、練習用の12オンスのグローブが、339g。で、普段スパーリングなんかでよく使うのが、14オンスのグローブが 396g 1個です。全部はもう言ったらさっきの鉄アレイより軽いじゃないですか。そやのにちょっと重く感じるっていうのはやっぱり慣れてないっていう部分も大きいと思うんで、次はグローブをつけたままシャドーボクシングをしてもらいたいと思います。じゃあ1、2、
こういう風に、慣れないうちは最初、ね、前でこう手で持ったりして、リズム乗らせてあげてください。じゃあ次は持ってるつもりで、はい、行こう。そうそう、行け。そう。そう。今、どちらかと言いましたら、出すのは早いんですけど、引きが遅いですよね。その引きの練習をしてみたいと思いますので、グローブをつけてください。サンドバッグです。ちょっとサンドバッグで、パンチの引きを練習してみたいと思います。パンチの引きはほんまにもう意識するしかないんですけども、このまま、サンドバッグで、ジャブはしっかりと引けてたから、ツーやね、ツーを打ったときに、聖太郎くんはこういう風にもう打ち抜いちゃってんねんよ。まあ打ち抜くのはいいねんけど、まあ打ち抜いた時に、置いて、ここでちょっと止まってから、ね、ワンテンポ置いてから、ふって戻っちゃってるんで、これを一連の動作で、しっかり引く。しっかり引くところまで、意識、強く打って引くところまでを意識して、はい、やってください。意識して、はい、そう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 。ここでね、ベタってでも、今足見といてくださいね。最後までかかと浮いてるやんか。聖太郎のは、かかとに最後ビタって乗せちゃってんのか。ずっと後ろ足、まあ、つくならつくでもいいねんけど、つかへん方がいいかもな。後ろ足かかと上げて、ダン、ダン、はい。で、この時に後ろ足かかと上げっぱなしになろうとしたら、ここで止まっちゃってんの。でもここまで来たら多分ベチャッとついちゃうんか。ここまで来てもかかとをね、浮かせられるように。はい、そう、はい、大きく構えて大きく構えて、そう、はい、もっと動いて動いて動いて、そうそう、動いて来たところ、遅いで遅いで、もっと意識、はっ、もっと早く打てるか、はい、もっと引くとこ意識、パンチを早く打つ、早く引くっていうのは神経系のトレーニングになるんで、もうできるだけその早く打とう、早く引こうっていう意識を持たないとやっぱりできるようにならないから、ね、しっかりできる、足やな、足もどんすぐ引く、すぐ引く、そう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 、すぐにふっ、足を回すよりも、もうこのままどん、ちょっと下にどん、下に落とすぐらいのつもりで、そうそう、腰をそんなに回そうって意識しないでいいから、そうそうそう、いいよ、そう、スピード、でも固まったら、固まったらリラックス、リラックス、リラックスしてる状態が、ドン、そう、よかった、良くなってきたで、ね、はい、OK です。まあこれは引くっていう意識を持ってもらって、でさっきの鉄アレー、グローブつけてシャドウっていうのはやっぱり置いた時にこう軽くなってスピード出てるような 感覚があるやんか。その感覚でだんだんこう、あ、俺早く打ててるかもっていう意識でパンチは速くなっていくと僕は思っています。なので最後にもっと一番やっぱりスピードが上がる練習は入ってください。一番スピードが上がる練習はやっぱ僕はミットやと思ってますんで、ミットで、よいしょ、そう、ワン、ツー、そう、スピードもっと速く、そう、そう、そう、っていう感じで、ミットを持っている人が乗せてあげてもらって、あ、早く出てるかもっていう、そういう意識の積み重ねがスピードアップにつながると思います。意識を持って頑張ってください。よいしょ。じゃあ次は鉄アレイを使う、ダンベルを使ってちょっと筋力トレーニングとかバネを作るこのトレーニングをしてみたいと思います。もう3キロぐらいでいいと思う。もっと軽くてもいいと思うんだけど、このまま肩幅に立って膝を落としてます。そのまま、
う感じで、徐々に下がる感じで、お腹へこまして、顎引いて、っていう感じで、結構しんどいです。はい。構えて。そうそうそう、いいよ。トン、トン、トン、トン。そう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 。そう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 。オッケー。じゃあ、次こっち向いて。腕をお腹へこまして。ダン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 。はい。はい、オッケーです。こういうのやってると結構バネが効くようになってきますんで、試してください。よし。ご視聴ありがとうございました。これからもこの動画を通じてボクシングの面白さを発信していきたいと思います。またよかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。